アンブレラジオ。岸川圭のアンブレラジオ。はい、岸川圭のアンブレラジオボリューム18、合ってる、レッツラスタート。すごいね、あと2回でボリューム20になるのか。アンブレラジオボリューム20までいったら、各コーナーごとの総集編動画、ラジオ作業中を BGM 動画として作ってみようかな、各種コーナーごとに。岸川圭のこれめっちゃいいね、最高だねと、 K ママのようにもしょうもないカミングアウトバーごとの総集編、ケーキシカワールドチャンネルにて、ボリューム12記念的な感じで作ってみようかななんて考え中。さて、〇〇の秋なんて言いますけど、なんでだろうねって思って調べたら、ちょうどいい過ごしやすい気候だから新しいことを始めようとする人が多かったりするみたいで、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋なんてよく聞きますけど、皆さんはこの秋どう楽しみたいですか？私は健康の秋、綺麗の秋に寄りするぞ、おうかな。いいね、秋。芸術の秋に限らないけど、自分の音楽面での変化といえば、最近はなんか人と会ったり話したりした方がなんかよりいいアイデアが浮かぶ、なんかワクワクしながらメロディーとか歌詞がよりなんかいいものが生まれやすくなってる気がするね。音楽ジャンルももっと今後広がっていきそうで、ますますワクワクしております。また新曲出来上がりそうなんで、近々発表する予定です。お楽しみに。ネガティブになった時はもちろんいい歌詞浮かびやすいんだけど、なんか人と会ったり話したり、みんなでなんかね、自分で持ち寄ってオリジナル曲をみんなでセッションしたり、音楽仲間とめちゃくちゃ楽しいね、音楽ライフを送れておりますね。え、ほんとそんな感じで元気にお届けしてきます、岸川圭のランブルラジオ。この番組はローズアップほか各種のサポートにより配信してまいります。岸川圭だ、これめっちゃいいね、最高だね。岸川圭のこれめっちゃいいね、最高だねのコーナー、今回はファッションの秋なんて、もう丸々の秋なんでもありだね。まあ、ということで、なんて言うよね、ファッションの秋あった気がする。私のということでね、私の大好きなファッション雑貨ブランドさん、チャイハネについて語っちゃう。イエーイ。これまでネタにしたことあったっけな。かぶってたら怖い。多分かぶってないと思う。いつ頃からかな、多分5年くらい前からチャイハネの服とか、それっぽいアジアンエスニック系っていうのかな、ちょっとヒッピーっぽいとかレトロなおしゃれな感じって表現したらいいのかな、ちょっと広いんですけど、ちょっと民族っぽいというか、そういう系のファッションになんか全部ライブの衣装とかプライベートのおしゃれとか、ドハマりしまして、全部統一し始めた気がする。色は鮮やかな感じで、柄がガラガラしてていっぱいあって、可愛い感じが多くて、物によるけど基本フリーサイズでゆったりしてて、なんかね、着れる感じの服が多いです。夏は特に涼しくて最高、なんかすごいアートな感じ。レディースもメンズもめっちゃ超おしゃれで、アクセサリー雑貨も最高です。お店がもうしっかり世界観を作っていて、ちょっとお店に入っただけで海外にちょっと旅行行ったような気分になれて、音楽もなんかそれっぽいの流れてたり、インドのお香のすごいリラックスできるいい香りがね、お店の中すっごく香ってます。なんか買わなくても
お店の中覗いてるだけでずっと飽きなくて楽しめますね。もうすごいおすすめ。店舗は全国で一応展開してるみたいで、ショッピングモールにたまによくあるかなっていう印象です。本店が横浜中華街にあって、本店の秘密基地感っていうか、派手派手雑貨ジャングル感が激安ジャングルではないよ、某激安店ではないけど、もう最高に可愛い、すごい、もうそのなんていうの、民族ジャングルみたいな表現するのが難しいんだけど、あのごちゃごちゃしてないけど、あのジャングルな感じが本当にめちゃくちゃ可愛いので、チャイハネさん一度なんかね、ちょっと知らないって方はぜひちょっとお店行ってみて体感してきてほしいです。ぜひぜひ。なんかインドの子とか、ずっとこれまでちょっとペットを飼っていたので置けなかったんですけど、最近いろいろちょっとね、虹の橋をウパルーパーのウパローくんなんですけど、ちょっと最近虹の橋を渡りまして、いろいろ整理がちょっと片付いてきたので、しばらくもうちょっと経ったらお子やらちょっとインテリア楽しんでみようかなとか思ってたり、なんか最近ちょっと前から父にね、そうなんか私の父になんかなんか真似されまして、ファッション親子揃ってチャイハネみたいになってて、真似すんなよって心の中で思ってんですけど、なんかね、造形作家とかデザイナーやってるんですけど、父がなんか自分の個展の時とかにチャイハネ着てくのが好きみたいで、なんかアート系の人確かに好きなブランドかもしれない。真似されたね、本当にブーブンブンみたいなね、仲良しだねってそれで言われてもさまあ仲良しな方ですけど、はい、まあその辺にしといて、チャイハネのインスタとかもね、すごくおしゃれで、あの店長さんが結構インフルエンサーさん的な感じでライブ配信して新商品とかいろいろ紹介しててくれたり、ときめきますね見てて。はい、ぜひお近くのチャイハネ遊びに行ってみてください。楽しいよ、おすすめ。イエー、アンブレラジオ、ケイママの世にもしょうもないカミングアウトバー。とある商店街の路地裏、なんだかとっても濃いオーラを放つちょっと怪しい隠れ家的なバーがそこにある。あなたは思わず引き寄せられるようにドアノブに手をかけた。いらっしゃいませ、このバーのママのケイヨン、よろしくね。このバーではママの私がお客様のくだらなくてどうでもいいお悩みを、ジンジャーエールの甘くスパイシーな風味と麦のコクが最高のシャンディーガフとともに解決しちゃうかも。そんなバーよ。あら、早速お客様ね。はい、いらっしゃい。ペンネーム夏大好きな男子高校生さんからいただきました。こんばんは。夏、8月も間もなく終わり、9月より秋へ移行しますが、今この時期寂しい気持ちになります。楽しく過ごすにはどうしたらいいですか？アドバイスをよろしくお願いします。あー、そう、よりそう感じてた時期あったわね。懐かしいわ。なんかその学生の頃、男子高校生さんありがとうね、お便り。早いわよね、学生の頃って。特に夏なんか特に楽しくてあっという間に終わっちゃう。もう勉強とか部活とかなんかいろいろやること、バイトとかいろいろ始まって忙しいだろうけど、ここ最近はなんか今年ね、私は異様に暑くて、夏ね、命の危険とか不要不急とかまたかいみたいな感じでしたけど、報道されてて早く終われって思っちゃってたこともちょこちょこありましたけど、やっぱりね、なんかもうすぐ終わっちゃうからこそ、なんか忙しいかもしれないけどやり残したことはないかな。もし残ってて夏にしかそれができないことなら、思いっきり楽しんで最高の思い出を残すことじゃないかしら。なんかそれは何かはあなたの中にあるんじゃない？それは。そしたら秋も冬も同じように文化祭とか、これから楽しい思い出がまだ待ってるじゃないね、全力で楽しんでアドバイスになってるのかしら。悔いは残さないことね。
続いてのお便り、ペンネームしろしわさんからいただきました。ケイママお腹がすぐに空いちゃうの。ご飯食べるの早いから、食べるの早いね、早食いしちゃダメって言われる、どうしたらいい。かわいいお便りありがとうね、しろしわさん。そうね、普通に何回も噛むじゃちょっと普通すぎるから、あれじゃない、30回は噛む、わーベタだー。でも30回噛むをクリアするごとになんかご褒美をあげるとか、30回途中で噛まずにうっかり飲み込んじゃったらミスで5円分貯金するとか、そういうゲーム方式にしたら意識しやすいんじゃないかしらなんてどう、癖が続く限りは貯金が貯まるわよ楽しくハマりたいわよねそういうちょっと悪い癖を直すとか、まあ別に、まあね、よく噛んだら小顔効果もきっとあるしね、美女になるわよってね。誰かなんかどっかのなんか小顔体操の先生が言ってたわよね、よく噛むってね、まあもちろん消化にもいいし胃にも優しいんで健康づくめなんでね。じゃあちょっと30回噛むゲーム挑戦してみて、しろしば。お便りありがとう。はい、ケイママの世にもしょうもないカミングアウトバーではあなたからのくだらなくてどうでもいいお悩み大募集中よ。 X インスタ TikTok の DM にお待ちしてるわね。じゃあね、バイバイ、また来てね。アンブレラジオ。はい、岸川圭のアンブレラジオボリューム18、最後までご視聴ありがとうございました。ライブのお知らせさせてください。まずは直近のライブの予定、2024年10月24日代官山のバトさんというライブハウスさんで、アーティスト仲間のリュウジ君というアーティストさんの主催ライブに出演予定です。そして10月31日アニハロー、こちらはあゆうのがたさんコスプレしてね、まあアニソン、熱いアニソンでド級に盛り上がるのがね確定しているようなものなので、こちらもどちらもライブ情報確定次第出演さ、更新します。そして出演させていただきました新日本ヒストリー126は9月中に公開予定みたいです。目前だー。あーもう本当に本当に楽しみで楽しみで、ちょっとね私のこの今のちょっと喘息の症状が落ち着いたらちょっとしばらくお休みしちゃってたんですけど、ライブ配信アプリパルムで、パルムとか、まあ、TikTok でもライブ配信ちょこちょこやってたりはしてたんですけど、ライブ配信復活する目標と、まあでも何はともあれライブに備えて体調をちょっとね万全に持ってくまで持っていけるようにしたいと思います。当たり前のこと言ってるね。まあ次回はまた元気でお会いできることでしょう。岸川圭のアンブレラジオ、この番組はローズハップほか各社のサポートにより配信しました。ありがとう。アンブレラジオ。